皆さんこんにちは。健康ボイストレーニング歌声サークルアンチエイジングボイトレの川島由美です。そもそも私が YouTube にボイストレーニングの動画をアップすることになったきっかけは、コロナウイルスの影響で私がやっています健康ボイストレーニング歌声サークルというですね、トレーニングで健康になろうというグループが、活動がどうしても中止せざるを得ない、その活動に参加していた皆さんに見ていただきたいということで YouTube をアップしだしました、ね、見てくださる多くの視聴者の方が50代以降の方が多くですね、アンチエイジングのボイトレに興味を持った方が多いので、それにねぜひ特化してた動画を上げていけたらなと思ってこのような名前を付けさせていただきました。それでは前回ね、あの母音についての動画を上げてあります。まだ見てない方はね、先にそちらの方も概要欄に貼っておきますので、あの母音の口の開け方と発声をぜひやってみてください。さてそれでは今日はイの母音を使ってアンチエイジングボイトレをしていきたいと思いますが、その前に皆さん、老け顔っていうのはどうやって決まるかご存知ですか？実は老け顔はここから下で決まります。このようにマスクをかけてみるとすっかり若返るなんか年齢不詳になりますね。これね、私の生徒さんが作ってくれたマスクで、すっごいぴったり覆うのでなんだけど、とっても気に入ってるんですところがですね、このようにマスクを取った時にびっくりされないように頑張ってですね、一緒にアンチエイジングボイトレで鍛えていきましょう。それでは今日のポイントを3つ言いたいと思いますが、まずイの母音はポイント、口角を引き上げることにあります。2つ目、この口角を引き上げるために必要なもの、それはモダイオラス。3番目、モダイオラスって何かしら。3番目はモダイオラスを目覚めさせるトレーニング、そして発声をしていきたいと思います。今日も最後までどうぞ一緒にレッスンしていってください。はい、それではモダイオラスの位置について説明したいと思いますが、モダイオラスはこのエクボができるところにあります。ほうれい線とこの口角を結んだあたり、ほうれい線の先っぽですね、このあたり、ここをモダイオラスと言います。モダイオラスとは何なのか、ウィキペディアで見てみますと、口角あたりにある結節と書かれています。結節とは筋肉繊維の収縮により厚ぼったくなり硬くなるところ。簡単に言うと、さまざまなこの筋肉がのターミナルのような場所になります。もう一つは唇とほっぺたを分ける境目になっていると言われています。モダイオラスあたりを刺激することによって、ほっぺたの動き、そしてこの唇の動きが良くなります。モダイオラスは口輪筋や頬の筋肉、胸筋、上唇虚筋といって上唇と鼻のこの翼の尾翼のところを結ぶこの筋肉、それから大胸骨筋、それらが全て唇を閉じたり口角を引き上げたりですね、上に上げたりあるいは下に下げたりする、動きを統括しております。それらのターミナルがモダイオラスになるわけです。なのでこのモダイオラスをほぐすことによって全部の筋肉がほぐれて活性化してきます。では早速モダイオラスを目覚めさせていきましょう。まずこのエクボのあたりですね、指を置いて、こんな感じで横に水平に置いてください。ちょっと指圧をしていきましょう。2秒ぐらい押さえて離す、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 そうです。側頭筋は関係ありませんが、ストレスなどの緩和に通じますので、この側頭筋あたりもほぐしておきましょう。前、あんまり前画面を見るために前のめりになると、この、モダイオラスに非常に圧がかかってよくないので、ゆとりを持って姿勢を正してください。ちょっと私はビニール手袋をしますが、
とね、口の中にね手を入れてみます。これが一番効くマッサージなので、皆さんもぜひね手をきれいにしてからやってみてください。親指と人差し指を使いますけれども、まずこの自分の親指を口の中に入れ、中からモダイオラスの位置を探します。人差し指で上から押さえてつまむような形ですね。押してみるとコリコリと硬くなってる部分があるかと思います。そこを痛くない程度にマッサージしましょう。つまんだものを上下に軽くゆすりましょう。5秒ぐらい4箇所に分けてやるのが効果的です。少し場所をずらして、また少しだけ場所をずらして、こんな感じになります。ちょっとね硬いなと思う場所があると思うんですけど、そこは念入りにやってください。反対側も行きましょう。反対側は反対の手、右側は左手、左側は右手になります。はい、いかがでしたでしょうか。それではこのほぐれたモダイオラス、ね、ところに指を横に置いて、いいいいいいと発声してみましょう。どうぞ。はい、それではリピートアフターミーで私の言う言葉を私の後に続いて言ってみてください。参ります。いい日、いい日々。はい、ミニーミッキー。はい、西岸道行き君。はい、意味意思地理基地。はい、地域知識力み敷居。はい、いきしちに。はい、ひみいり。はい、生き死に日に日に意識、生き死に日に日に意識。はい、全部イの母音でできている言葉でした。ちょっとこの辺疲れたね。ワンポイントアドバイスですけど、写真を撮るときね、はい笑いましょうなんていうときに心の中でもいいし、軽く口でミッキーって言って撮ると綺麗に写ります。男性やりづらかったらウイスキーウイスキーウイスキーって唱えて、そのまんまでカシャやってみてください。それではモダイオラスがほぐれて活性化してきたところで、今日はイの母音でアメージンググレースを皆さんと一緒に歌ってみたいと思います。皆さんは指をこのようにね、モダイオラスのところに当てていただいて、必ず口角アップでイー、他の力を抜いてイー、目は開いておいてください。それではまずはイー、割と低めのキーでいきましょう。どうぞ。
それではもう一つ同じメロディーですが、少し高めに。行ってみたいと思います。高くなっても力まないように、口角は必ずアップのままですね。側頭筋も使って後ろに引き上げて、後ろも感じながら行きましょう。どうぞ。モダイオラスを目覚めさせて、口角を上げ、胃の母音をきれいに発声して、アンチエイジングのボイストレーニングをしてみました。いかがでしたでしょうか。あの母音に引き続き繰り返し皆さんお家で練習してください。それでは最後まで一緒にレッスンしてくださりありがとうございました。グッドボタンや皆様からのコメントお待ちしております。またチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。